とかですね、娯楽、まあ映画とかもですね、結構公開が早かったりとかして、現地でお得に見れたりしますね。日本よりも全然公開が早かったり、僕もジョーカーという映画は友達と見たんですけども、もう僕とその彼女だけでしたね。もう貸し切り状態見れるような感じ。あとまあビリヤードとかですね、は結構フィリピン人もうまかったりとかしますし、あとボウリングは普通にできますね。まあ日本と同じような様子で。で、もちろん価格は日本よりもずっと安く。あと意外なんですけど、南国でアイススケートが楽しめるっていうのは、僕、モールベイシャってパサイにある、マニラにある、大きなモールなんですよ。そこにですね、まあ今も多分あると思うんですけど、アイススケートリンクがあって、普通に楽しめたりとか、逆にあれですね、フィリピンの人にとっては新鮮なんでしょうね。なので結構、娯楽はいろいろあります。飲んだりとかもちろん歌ったりとか、カラオケは少ないです。そんなに日本ほど多くないですけども、やっぱりありますね。あとライブバーとかですかね。で、現地でやっぱり飲む場所というのはかなりあって、